はいどうも皆さんこんばんは、モッティです。さあ今日もやっていきましょう、スプラトゥーン2実況プレイということで、本日はちょっとノバ別中の話を前回あんまりできてなかったのかなと思うので、ノバブラスター別中会ということで改めてよろしくお願いします。まあ前回は割とガチホコ解説したんですけど、どうですかね。まあ参考にしていただけるといいかなって思うんですけど、なかなかあんまりね、結構いろいろタイムラインとか見てると、最近の X はもう X してないみたいな、結構残酷な、ナイス。いけるかこれ。二人で来る、ナイス。結構残酷な書き込みが多いんで、ちょっと、もっともっとね、ちょっとガチホコの、持ち方とか、進め方とか、広め方とか考え方とかね、こういろいろ、進むように、ね、広まるようにしたらいいなと思ってるんですけど、まあなかなかあんまりそういう感じにはならないんで、ちょっと僕は動画を上げるしかないんで、広めてくださいぜひ。多分そんなにもうぶっちゃけスプラまあ来るだろうな、スプラ2になってあんまりね、もう多分解説動画とかも上がってないだろうから、もう発売から1年以上経ってるんで、今更って感じじゃないですか。新ステージが上がった時にちょこっとだけだと思うんで。そう、なーん、死んだ。まあ、よろしくお願いしますぜひ。後ろ来てる、ナイスナイス、素晴らしい、マンメンミー、素晴らしい。なんかマンメンミーって俺すげえ久々に言った気がするんだけどなんかめちゃめちゃ久々に言ってない？もうなんかここ3ヶ月ぐらい言ってない、なんか言ってもノックアウトできてない日の方が多い。超久々に言いましたね。よし、今日は、なんか、ノバベッチュの話あんましてないな。よろしくお願いします。さあ、ガチホコをやる上で、まず何が一番大事かというのは、もう皆さん、お察しの通り、ホコ意識なわけでございますけど、まあ、それをもっと噛み砕くのであれば、まず、初手でね、必ずホコを割りに行くよと。ホコを割りに行かない場合は、それなりの動きをしないと、相当な味方に負担がかかると。まあ、それも、負担のかかり方も結構、ステージによりけりなんですけど、例えばノバブレッチュ目線で見ると結構縦にラインが取れるようになったんで、このボムのおかげで、まあバレたな今、うーん割と今までだと今の場所からボム投げてみたいな話で当面終わっちゃったんですけど、この縦のラインが結構見れるようになったんで、いやきついは変わりないんだけどさー、きついことには変わりないんですけど、まあ多少昔よりはね、いいのかなって気はするけど。あ、終わった？おー、ハイプレー、ハイプレー。さあどうしたことやら、あんまり出ちゃいけないですね。ここは塗り取られたら負けだと思った方がいい。はい、とりあえず落としの、まあ、大事なのは、あ、その2ですね。あ、これいけるかもしれない。塗って塗って塗って、もう後ろいい後ろいい後ろいい、もう前しか見ない。これ行って行って、ここマージか。いや、いけそう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 、詰まってる詰まってる詰まってる、詰めろ詰めろ詰めろ、いいよ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 、もう一丁、もう一丁が何かわからんか、もうなんか出てきたと思ったら出てきてない。これは出てあげたい、出てあげたい、前に出てあげることいつ大事で、こっから後ろ入ってきた、倒せなかったけど、上、ナイスマンメンメン。まあかなりちょっとあれですね、大味な試合ですけど、今のはね、何が良かったかっていうと、多分ですけど、そんそれそこでチェッパ使う、まあいいけどさ、まあ要は同じ位置にいちゃってるんですよね、相手が。多分こっちが攻めてるタイミングで、一緒になってにゃーん、一緒になって攻めてるタイミングで、ポジショニングの問題ですよね。結構ガチホコってホコ意識は確かに大事なんですけど、なんかいるのだからといってやばい、ノバ、これは止めてほしい。落とせばいい、下に落とせばいい、下に落とせればいい、落ちちゃえ、ナイス、オッケー。で、ここ注意がカウンターっすね。
センターから来るか。来るよねー。なんで今のでキル取れるんだろうな。すごいな、その敵。その敵すげえな。めっちゃ見えないと思うんだけどな、視野的に。もう見えなかったですけど、そうな、話戻すと、ここ意識は大事なんですけど、ここ、嘘でしょ、あれ当たんの、じっとしてればよかったチーンみたいな。だいぶちょっと、不用意なデスが多すぎですね。前出て、確実に矛止めてはいるんだけど、それ以外のデスが割と、あんまりデスの価値として、よろしくないデスなんで、どうにかもうちょっと落ち着いていった方がいいかな。で、痛い。ここね。ここね。いつものね。いつものね。Hey! Hey! Hey! Hey, boy! Hey, boy! Come on! Come on! 行くか。いない？しゃあないわ。あとは、こうなっちゃったら、味方を巻き込まないように、死ぬ。あんまり後ろで死にすぎると真ん中戻っちゃうんで、この辺。はい、倒して！僕のことを倒して！僕のことを倒して！僕のことを倒して！なんでそこに、なんで出てこないんだよ。そこおるやんな。無抵抗の民を殺戮しないと、なかなか慈悲溢れたイカちゃんですね。そうね。ポジションは大事ですからね。平たく横に守ることですよ。あんまり矛ばっかり、矛ばっかりに突っ込む人が味方にいるなと思ったら、はい。その動きをすると、特にこう言えば、あ！やべえ、使っちゃった。あ、これいけるかもしれない。待って。ふっ、ああ、無理だ、ミサイル直。そうね。だからそういう意識ですよ。味方意識というか。味方意識、仲間意識、ポジション意識。でも難しいんですけどね。でもマップ見てると、だいたいわかりますよ。その訓練ですね。あんまり、こう、あ、マジか。ああ、下手くそ。あんま見てるとね、やっぱ、こう、一瞬なんで僕、こんな感じで。で、マップ見てるとさ、なんか、多分、皆さん目線だとマップをこう瞬時に見れないと思うんですよ。その意識を持って見てないから。俺も人の放送見てたり、動画見てたりするとそうなんですけど。そう、それは割と鍛錬なんだけど、一瞬で、行った。オッケー。ナイスー。味方の位置とかを塗りですよね。あの相手のインクの塗りがどこでどう動いてるかみたいなのを分かると変わる気がする。うん、それ意識できるとステージ1なんか履かなくていいし、履く必要ないと思ってるんで僕は。結構強いですよね。おっとなかなかですね。よし、リッター。おっと重っ。これ編成本当にさ、直したんすかこれ。編成直したようにはとても痛い。もう無効系ね。一発食い場当たってから全く動けなかったんだけど。あー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 あああああ、これはね、だいぶ苦しいんじゃ。誰もいない、誰もいない、誰もいない。よくし、当たってねえしな今の。そこにノバがいるんですね。いるんですね。いやー、困ったもんですね。これは。これは非常に困った。どこ？いない？いない。縦のラインを見たい。後ろ来てる。これはね。これはね。これは勝ち筋ないんじゃないかな。よっぽどキルが噛み合ったらワンチャンぐらいでしょうね。すげえブレる。どうするべきか。こういう時は、ただバッテラはカウンターがすごく決まりやすいステージなんで、狙ってってもいいと思う。というか、それ以外多分勝ち筋がない。いる、いない、はい、まんめんみーしゃー。もう多分これしかないからな、逆に言うと。逆に言うとこれしかない、これしかないっすね。ダイナも抱えてたら無理でしょうからね。もう自分で持つ以外ない。これができやすくなったですよね、ベッチュね。さあなんか腕前上がってるのに部屋のレベルが下がっていく異常現象。あ、そういえばここの矛ってさ、あれでしたよね、確か。あの回収されて僕まだ動画にしてないんじゃないかなと思うんで、せっかくなんで半解説みたいな。いや、いろいろね、
気持ちいいルートもあるんですけど、んーなんだこのインク効率あー効率がない。ナイス。そうな、うそー、やはりこのボムは攻め時に使っちゃいけないボムなんだな。守りボムなんですね。守りボム、そう、それはちょっとね、なんか使っててなんとなくそんな気はしてたんですけど、いや変なとこ飛んじゃった。はい、届かない、止めるだけ止める、いない、やばそう。いない、攻めに、あー早えな、全然見えなかったね今、全然見えなかったっすね。ここはね、割とね、回収前に比べて、子持ちの矛のうまさがあんまりね、目立たないステージになってきてるんで、正直なこと言うと。正直、今までこう、モンガラって、モンガラじゃないわ、ガンガゼって左から攻めてたじゃないですか、攻めるときね。守り時だと右ね、右のあっちの高ね。そのルートがなくなったんで、ほぼ。まあ、網から上がるっていうルートがあって、まあ、それは結構簡単に強いんですけど、ちょっとあまりね、こう安定するかどうかというよりは、割と一発カウント取りに行くルートなんでね、ちょっとうまく刺さるんだったら、まあでもそっから攻めるのが一番綺麗なんですけど、味方が前に出てるときは坂道もありみたいな、まあ、どっちもありですよね。この網を逆から入るパターンですね。結構横の高から上がって、行きやすいんで、いないか。ちょっと覚えておいてほしい。ちょっと出てほしいかな、死んだ。はい。ちょっとなかなか攻め手にあいでますね。だいぶちょっと、カウント負けてるんだけど、防戦みたいなポジションになっちゃってるんで、マジか、危ねえ。よかった、動いてくれて。動いてなかったら死んでた。無理かな。だいぶ、今のバリアはもうバリア張らないと無理っていうバリアだと思う。さあ困った。さあ困った。止めて、いやー、どう攻めたら何がきついんだろうな。なんかだいぶいるよね、いるよね、いるよね。いやー、きついし、うさし、もっと最悪なんだよ。なんでー、どうしてマジで当てて、当たんない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 。ちょ待ってよ、ちょ待ってよ、そんな嘘で、もうマジかよ、ちょマジか、ちょっと待って、動こ、ちょどうしようマジで、いやーもう死ぬ、そうでしょちょっともうほんとマッチングお願いします、頼むわマジで、ほんともういるの分かってたけどな、無理だったな今、跳ねたもんね今インクね。ちょっとこれはあれですね、だいぶ、いやー、あのね、相手のチームのちゃんと矛取ら、矛を攻めるときに攻めなきゃいけない位置をちゃんと取ってるんですよ、取ってるんですよ。なんか死んだ。おいしょ。取ってるんですよ。逆にこっちは、ここ割るんだけど、前に出ちゃうか、ここ攻めるタイミングで後ろにだいぶいちゃってるんですよね。なかなかそこから、多分あとは、こう単純に力負けしてる可能性もあるんですけど、おいしょ。なかなかこう攻められないっていうか、やっとこれでカウント進んだべ。多分ね、力負け要素は多少あるんだろうけど、こういうとこ、マジか、意識はだいぶある。ちょっとなんで、生半可なカウントだと多分これ取れないんで、いや、右通しちゃったので不正解か、これ左高から行った方が良かったかもしれない、これ。いけるか、ワンチャンある、ここ、いける、ナイス、ノラクソゴールしゃー、大事。いや、でもよかった。なんか、結構さ、リスキルされるレベルにボコボコだったから、これ。あかんかなって思ったけど、ちゃんとあそこで、ここを割るっていう選択肢をスパッタがしてくれたから、いけましたね。あ、マジか、はい、ナイス。俺はだいぶあそこ、
最後良かったですね、出てくれてね。ちょっと多分なんで、多分だいぶ出てたんだろうなって感じですね。なんか最終的に詰められたらだいぶ詰まったじゃないですか。まあ、そういうポジションの見分け方をできるだけ試合の序盤でできるようになると勝率も上がるんじゃないかなと思っておりました。はい、以上モッティでした。オッツ。